暴れまくって。当たり前だってのは俺らのステージだぜ。水木、話があるんや。なんだよ。今回の対決、勝手に決めてごめん。まずはトップのお前に通すべきことやった。はあ、うまいこと気にしてたのかよ。だっせえな、アラン。愛子だ。今まで何度もお前が俺を、なんだ。だからこれでチャラだ。いいな。ありがとう、水木。つうか、お前がムカついたやつなら俺もムカつくに決まってんじゃん。そういうやつをぶちのめすのが B だろ。喧嘩は売るし買うのが当然だ。そうやな。どんな時でも全力で戦うんがチーム B や。なあ、姉ちゃんは B のステージ楽しんでくれたか？姉ちゃんが楽しんでくれたんなら俺も嬉しい。うわ、まだ着替えてないよこいつら。運営が早く施錠したいって言ってる。なんで俺らが運営のために急がなくちゃなんねんだよ。そうやそうや、運営のくせに生意気や。じゃ俺たちは帰るから、小鳥ちゃんも一緒に行くよね。ああ、ずるい。俺も姉ちゃんと帰る。水木、着替えようぜ。ったく、しゃあねえな。ああ、クソ腹減った。なんか食って帰ろうぜ。いいじゃん、賛成。この時間だと、お酒を出す店しか空いてないんじゃないかな。俺らはともかく、小鳥ちゃんが終電逃したらかわいそうじゃん。それもそうやな。じゃあ明日にしよう。みんなオフやな。はあ、なんでオフまでお前らと一緒にいなきゃなんないわけ。決まってんじゃん、それが B やからなあ。水木、トップの命令だ。リコも来い。うわ、最悪、応募最低。まあまあ、対決公演も終わったし、お疲れ様ってことで。ふざけてんの？仲良し小良しなんて柄じゃないっての。なんや、リコは欠席か。行かないとは言ってない。ツンデレ。姉ちゃんも絶対に集合やからな。あ、俺も楽しみ。早く明日にならないかな。うわ、対決公演やっと終わった。最初はどうなるかと思ったけど、千秋楽を終えられてよかったよ。あー、でもなんか騒動みたいになって君には迷惑かけちゃったよね。本当ならよかった。あれ、ちょっと待って、あそこにいるのってメノ。やあ真珠、それにあなたも一緒だったんだね。正解。千秋楽も終えたし、ちょっとのんびりしてきたよ。公演の後のスパって最高だよね。みんなももっとスパに行けばいいのに。 P のみんなとは温泉に行ったりしたけど、裸と裸の付き合いみたいな、そういうことした方がいいのかな。なんで？え？ほら、P
PP はいろいろあったし、課題は今もある感じじゃない？だから親睦を深めるみたいな。別にそれってチームの課題には関係ないんじゃないかな。そんなの深めても僕は意味ないと思うけど。あ、それ楽しそう。でもサウナって暑いんだっけ？うわ、俺負けちゃうかも。じゃあ気をつけて帰ってね。あのさ、俺たち P はこれからもお客様に喜んでもらえるショーを届けるよ。だから応援してくれると嬉しいな。ありがとう。じゃあメノ、俺はこっちだから。ねえ、真珠は気づいた？え、気づくって何が？僕は全力で歯向かってみたよ。でもダメだった。これってすごいよね。何の話？チーム B にってこと？チーム P はきっと楽しくなる。メノの楽しいってなんか怖いんだけど。そう？真珠は今までの P がいいの？真珠自身もこのままを望むの？今には常に変化がある。変化がないなら死んでるのと同じだ。俺はこのままとかそういうのはよくわからないよ。リンドウの背中を追いかけるのに今まで必死だったから。追い抜いたらどうするの？え？あ、僕もう行くね。じゃあ。メノ。こんばんは、オーナー。お時間いただきありがとうございます。オーナー様の貴重な時間を割いてやったんだ。くだらねえ話はするなよ。まずはこれを。公演の資料とチームのスタメン表です。楽曲、演出は共に手配済みです。自力で揃えたか。なんだ、やればできるじゃねえか。じゃああとは公演のセッティングを俺がしてやればいいだけってことだな。はい。で、公演は次のチーム P 公演にぶつけりゃいいのか？この特別チームの単独公演にしてやってもいいんだぜ。いや、対決でないと意味がないので、そのようにお願いします。じゃ任せとけ。手配してやるからよ。詳細はまた後日連絡だ。いいな。ありがとうございます。どうせ途中で投げ出して店を辞めてくと思ったんだがな。ポンコツなりに根性があるってか。その覚悟見せてもらおうじゃねえか。ライトが消えてると雰囲気が違うもんだな。ようやく決着がつくのか。きっと外野はいろいろ言うんだろうけど、だからなんだって感じだな。俺は誰の糧にも踏み台にもならない。ただ全力で俺自身のために戦う。